ご覧いただきましてありがとうございます。まことチャンネルです。 iPhone 5S のゴールドではなくてこれです。この iPhone 5S のスペースグレーもうね、ここがねもうホコリだらけでやばいんですけど、掃除してもねすぐ汚れるんですけども、これの新しいバージョンが出てたのでアップデートのね風景をご覧いただきたいと思います。ではですねアップデートをねしていきたいと思います。でここを設定からねここのねところはモザイクかけてると思いますけども、ここですね、ソフトウェアのアップデート、これで iOS 7.11 何が違うんだろう、なんかタッチ ID の機能がさらに向上するとかって書いてありますね。ではですねインストールをしていきたいと思います。でパスワード求められてくるのでパスワード入れます。はい、入れました。で、利用条件とかいろいろね、よく読んでから、同意する。で、ここからですね、少し時間がかかりますので、ちょっとカットして、お送りしたいと思います。では、一旦止めます。個人差分かれると思うんで、僕は個人的にはね、この iPhone 4S だけは iOS 6 にの止めております。で一応終わりましたね。再起動、パスワードを入力し、はい、こんな感じになりました。カメラはねすごい綺麗で僕はもういいと思うんですが、なのでね皆さんも iOS 7 新しいバージョンね iOS 7.1.1 にアップデートね、皆さんもまあするかしないかはねお任せします。ではね今日はアップデートをねしてみたっていう動画でした。まあ僕的には iPhone 好きです。でもその iOS 7 になってからどうなのかなっていう感じもいるんですけど、まあ慣れですね。僕はまあ
まあいいかなっていう感じ、まあ複雑なんですが、まあね、話長くなってしまうんでこの辺で終わりたいと思います。最後にね、最近アップした動画ね、よいしょよいしょ、これじゃ映っちゃうな。だから最近ねアップした動画をね2個貼らせていただいておりますので、もしよかったらね見てくださいっていうかご覧ください。あとね、まだチャンネル登録済んでない方はもしよかったらね、チャンネル登録お願いします。この今言った最近アップした動画とかチャンネル登録とか言ったんですけども、パソコン以外の方だからパソコン以外の方で見てる方はですね、下に説明欄の方に最近というか今までじゃない最近アップした動画とチャンネル登録 Google プラス Twitter、Facebook、 僕のブログね全部説明欄の方に貼っておきますので、そちらも、ご覧ください。だね、今日はこの iPhone のね最新な、バージョンを iOS7.1.1 にアップデートをしてみたっていう動画でした。まあね、どうだかな、まあアップデートね全部動画で出さないとね、これだけねしてないままでもう置いてあったんでしてみました。まあ通過しないからね、何度も言うんですけども、ご自身で判断してください。ではね、この辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。ではね、この辺で失礼します。